ローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサームーン、バトルツリーの前回の続き、行ってみたいと思います。今回で8戦目、11連勝よりも先に進みたいと思います。 ポンポン、多分お腹がってことだよね。よし、カデラ、シュバルゴ。うわー、初めて見る。ブリアス。押していくんだったら、効くんだったら激鱗なんだけど、これ今一つなので自身をした方がいいってことですよね。剣の舞が入って、もう一回自身。あ、ちょっと残ってる。メガホーン。サメ肌残す。これで。よし、ガブリアス、ありがとう。次は何が出てくるんだろう。どうしようかな。電磁木にしておきます。とりあえず電磁木。ガバルドン、砂起こし。うわー、エナジーボールですね。オッケー。あくび、眠気誘う。寝ないで。電磁木、寝ないで。エナジーボールをもう一回。よし、オッケー、いきました。ミストブーストがかかる。痛いけど、でも、寝てる。あ、ムシャーナ。これもでも寝てしまうから。これどうしようかな。このまま、このままなんか、どこのターンでミミキュに変わろうか迷いますね。でも起きる可能性もあるんですよね。あ、ダメだ、寝てた。うわー、倒れちゃった。電磁木、お疲れ様で、ミミキュが頑張ってくれると思うので、ここで押していきます。あ、ゴーストタイプだったんですね。影打ち、シャドーボールがいいかな。ミキに当たらない。えらい。シャドーボールする。あまり使わないけど、シャドーボール。ミミキ寝てる。まずい。起きて。化けの皮。これ寝てしまった時の対処法がいまいちよく分かっていません。あ、目覚めてる。困ってるしかないのとかでいいのかな。その間に3体倒れてしまうっていうのがあったばかりなので怖いんですけどね。でも今回はいけました。よかった。はい、9戦目。昼の山、山男。昼の山は出会ったことありますね。頑張れ、ガブリアス。よし、ここも自信で一発。オッケー。カチゴラスもドラゴンタイプなのでね、激鱗でいこう。もうちょい、ストレスロック入るけど、これまた逆鱗が入ってくれるので、これできました。よかった。オッケー。混乱してる。ラムパルド、これに対しては自信かな。わ、混乱して自分を打つんだね。きっと大丈夫だよ、ガブリアス。守るで自信。今こんなん溶けてるので、これで押していきます。噛み砕く。サメ肌残す。あ、若干消せない。自信が先に入るはず。守るが先だ。うわー、もう一回。よし、いけたー。でも無事に突破しました。
よかった。次が10戦目。もう少しで最高記録に行くかもしれません。無シャーナ、寝ちゃうかもしれないな。ファブリアス。激凛。よし。瞑想してるけど、もう一回当たれば。よし、いけた。ふぅ。ベロベルトは激凛でいけるかな。疲れ果てて混乱。吹雪。うわー、一発か。お疲れ様。そしたらここはミミッキュレンズ目の方がいいのかな。いやでもいろいろ考えるときっとミミッキュですね。ミミッキュにしちゃいます。そしてフェアリーじゃれつく、これで行ってみます。雷大丈夫、麻痺はついてるけどきっと頑張ってくれるよ。化けの皮は剥がれる。もう一回ザレツコ。まひってる。いやー出なかった。もう一回頑張れ。うわーザレツコ出た。いけた。えらいミミッキュとどせるが氷だね。どうしようかな。シャドウクロー、まひは大丈夫、加えてるけどシャドウクローは入る。でも本当にちょっとなんですよね。駆け打ち先に行け。少しだけ削っていて次の電磁木にもう任せようと思います。もうここは任せます。もう効果抜群いっぱい持ってるのでね、電気系なので。これで電磁砲当たらない。もう一回電磁砲。当たらないのかな。そしたらもうエナジーボールだ。蓄えてる。もう一回エナジーボール先に入れ。よし。あー耐えてる。Z パワーいけ。これで先よかった。多分倒せますよね。ギリギリだけど頑張れ電磁木。よしよかった。もう電磁木これしか残っていない状態だったんですが、いけました。よしよかった。次の階段11戦目マイバットが欲しい。拙者はマイバットが欲しい。スポーツ少年ですね。ふなくん会ったことあったような感じがします。ガラガラが来る。あ、カラカラだ。まだカトリアス頑張れ。ピキリンかな。お、もうちょい。うわ電磁木に変わっちゃった。がむしゃら攻撃。いやいや電磁木だってエナジーボールあるんだよ。いける。よしよかった。ビーストブーストもかかって次に出てくるのは爆風。爆風初めて見る。あ炎なんだ。いやーでもそうすると今一つですよね。催眠術しとこう。火炎放射倒れるよね。火炎放射か。どうしようかな。ミミンキューガブ。自信にしたい。
火炎放射が来るとちょっとだいぶ怖いので、日本バレ使うんだ。よし、いけた、危ない。よいしょ、スターミー、水、スターミー水、エスパー水、ミラータイプ、同じタイプになってるけど、うおー、お盆の未回復が入りますね。あ、激励にすればよかったんだこれ。あ、でもいけました。そっか、同じタイプになったらドラゴンだからドラゴンの技の方が強く入るんですよね。見ずにそのままやってしまった。でも勝ててよかった。新記録にいけそうな気がします。いきましょう、12戦目。あれだってやってやんよ、やってやんよ。やんよ先輩のあのアニメとかすごい好きなんだけど、見た目ちょっと違うよね。よし、髪の毛よりは一緒なんですけどね、青色。よし、頑張れガブリアス、いくぞ。これ格闘ですよね。だよね、格闘か。激凛がいいのかな、守ってる激凛。よし、毒毒、猛毒くる。でもきっとガブリアスならやってくれる。あ、守る使うんだ、激凛が入らない。疲れちゃってるよ。それでも激凛をやめない私、自分に使うよ。巴投げ、サメ肌残す、きっといけると思う。あー、変わっちゃった。電磁目釣り出されたよ。そしたらエナジーボールで、あー、守られてますね。もう一回エナジーボール、いけた。あー、ちょっとだけ残る。まあ回る。ミミッキュが出るのかな。ジャレツク持ってるんだよ。引っ込められてる。マジか、ダーティングが来るのか。よし、よかった、じゃれつくにしといてよかったですね。クロバット、このまま行こうかな。ミミッキュのままで行ってみます。あー、騙し討ち、催眠術当たらない、騙し討ち。次影討ち、早く入れたい。剣の前まだ入れてないんですけど、やった方が良かったんですかね。毒毒入ってる、毒が入るよ。ミミッキュ影打ち、先に打とう。よし、我慢してくれてる。もう一回影打ち、ミミッキュ頑張れ。まだか、残ってる。はあ、倒れた。いや、でも頑張ってくれました。ここはね、電磁目ですね。ゴーストには元気、違った、ゴーストには電気、元気じゃないよね。いけ、あ、寝てる。なぜ寝たの、催眠術にかかっちゃダメだよ。電磁目、目覚めてる、よかった。オッケー、危ない。ビーストブーストがかかって勝ちたいな。嘆き、ちょっとだけしか出てこなかったんですよね、この子。もうここ、エナジーボール。守ってるのか、また守るんですか。もう一回。入った。はい、よかった。いけたー。よし。このまま、上、目指します。はい。私がこんなにグレたのは小悪魔で呼ばれたかったからで。あ、そうなんだね、小悪魔って呼ばれたかったんだね、ばっちゃん。でも勝ちます。キャリーコ、ちょっと可愛い名前。バクーラが来るんだ、うわー、でっかい。ガブリアス、いけ。よし、自信、オッケー。
いけてるよ。ヌメルゴン。激凛。おー、入った。急所もいけてる。優秀ですね、ガフリアス。やっぱり強い。あ、ツルズキンだ。ちょっと苦手なんですよね。ツルズキンは苦手です。猫魂は耐えられる。サメ肌入って、疲れ果て混乱。大丈夫だよ、激凛行こう。よし、もう一回入れば、いけるぞ。あ、身代わり使ってる。お、あ、これで、いけてる。身代わりが消えて、気合パンチ。サメ肌残す。よし、優秀。やったー、いけました。バトルポイント2ポイントゲット。よし、今あれですね、どこまでいけるかわからないんですが、もっとね、頑張って行ってみたいと思います。ということで、今回はここで一旦終わっていきます。この先何回までいけるのか、いろいろね、工夫しながらやれたらいいんですけど、一直線に行ってみたいと思います。それではまた、 See you!